ナロンは、スペイン北西部ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、リアデフェロルに位置する。コマルカデフェロルを構成する自治体の一つで、フェロル都市圏の発展に伴い、現在、コマルカ内で最も重要な地域となっている。ガリシア統計局によると2010年の人口は38,285人で、ガリシア州内で8番目、県内では、アコルーニャ、 サンティアゴでコンポステーラ、フェロルに次いで4番目の人口を有する。住民故障はナロンズ、エサ。ナロンは8つの教区で構成されるが、そのうちの7つは村落地域で、その地域には市の人口の4分の1以下しか居住しておらず、市街地の教区には2万9000人以上が居住している。ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は88.88% 88。 ナロンは、アコルーニャ県の北部に位置し、コマルカデフェロルに属する。北は、大西洋、南は、リアデフェロルに面し、隣接する。自治体は、北がバルドビーニ東がサンサドルニーニ南がネダ、西がフェロルである。自治体中心地区は、ナロン教区のナロン地区。ナロンは、フェロル司法管轄区に属す。住民は八の教区の152の地区に居住する。 自治体市長は、テガの、所詮マヌエル・ブランコ。自治体表議員はテガ。8、ガリシア国民党。8、ガリシア民族主義ブロック。2、ガリシア社会党。2、1となっている。ナロンは8の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。